第三千五百三十戦団は、大東亜戦争中の千九百四十四年五月三十日に、東京湾からサイパン島へ出発した日本の護送戦団である。サイパン島守備隊の主戦力である第四十三師団の第二陣を輸送する任務を負った重要戦団であったが、米海軍潜水艦の激しい攻撃で、軍隊輸送船をことごとく沈められ、サイパン島の戦いにおいて、 日本軍が短期間で破れる一員となった。なお、命名方式の関係で別年度に同一名称の戦団が存在する可能性があるが、本項目では1944年の戦団について解説する。1944年になり、絶対国防圏の防備強化を急ピッチで進めようとした日本軍は、3月から5月中旬にかけて松輸送の名の下で、 マリアナ諸島やカロリン諸島へ延べ100隻以上の5艘船団を送り出した。日本海軍が力を注いだ効果もあって松輸送は期待以上の成功を収め、最終便の第43師団主力も5月19日に無傷でサイパン島に上陸した。松輸送の終了後、不評第118連隊など第43師団の残部は新たな船団で派遣されることになり、 第3530戦団が担当に選ばれた。戦団名は、横須賀鎮守府の命名規則に基づくもので、千の位の3は、東京発サイパン行きを、下3桁の530は5月30日執行を意味する。加入輸送船は、戦士総書マリアナ沖海戦によれば陸軍部隊を乗せる、徴用貨物船が3隻と、海軍徴用船5隻、特務艦2隻で、 第43師団、第2陣の他に、マリアナ諸島やパラオの増援に向かう、第29師団海上輸送隊、独立救報大隊2個、独立戦車中隊2個、飛行場大隊と飛行場設計隊、各1個などが乗船した。ただし、大谷つ市は加入輸送船を6隻とし、口述のように加入輸送船のうち2隻は、同時期の別船団参加船とする資料もある。 護衛艦は、第2海上護衛隊の水雷艇一隻と、連合艦隊から応援に来た第21、苦戦隊などの苦戦艇三隻で、第21苦戦隊司令が指揮した。小柄な苦戦艇は、外洋での戦団護衛には、不向きな艦首であったが、護衛兵力の不足のためやむなく使用されていた。有力な護衛とは言い難い陣容だったにもかかわらず、第31軍司令部は、 松輸送が成功したことから本船団の成功も楽観視し、部隊到着を見越して守備隊の再配置に着手していた。アメリカ軍は6月15日のサイパン島、上陸開始を決定し、事前攻撃を活発化させていた。松輸送の妨害には失敗したものの、多数の潜水艦をマリアナ諸島周辺に展開し、日本軍の増援輸送を妨害した。 第3530戦団の進路上には潜水艦3隻からなるウルフパックの第17.12任務軍が潜伏していた。5月29日に本戦団は横浜沖を出港した。戦死総書のマリアナ沖海戦は杉山丸と新六丸を本戦団加入船に上げ、小間宮新七郎によれば、うち杉山丸が出港間もなく、 開い、損傷して引き返した。しかし、コマグルは6月6日、東京湾執行の第3606船団加入船にも、杉山丸、新六丸を挙げており、また、アメリカ海軍公式年表によれば、杉山丸の損傷は6月7日である。6月4日、船団は第17.12任務軍のアメリカ潜水艦に発見され、 3日間にもわたる追跡攻撃を受けた。同任務軍のうち、パイロットフィッシュはうまく射点につけなかったが、シャークとピンタドの2隻は攻撃の機会をつかみ、船団の輸送船を次々と沈めた。まず4日午後3時30分に、貨物船、勝川丸が、シャークの来撃で沈没し、乗船陸軍将兵2884人の半数が海没。 翌5日午後4時30分、船団付近に敵潜水艦を探知して間もなく、不評台118連隊などの兵員3272人を乗せた貨物船高岡丸がシャークの発射した魚雷3発を受け、11分後に沈没。シャークは海軍徴用の貨物船玉姫丸も続けて撃沈した。6日には海軍徴用の貨物船鹿島山丸と 陸軍将兵2816人乗船の貨物船ワーブルマルがピンタドにより撃沈された。船団の生き残り艦船は6月9日にサイパン島に到着した。松輸送の成功から一転、第3530船団は壊滅的な失敗に終わった。救助活動により乗船陸軍将兵のうち約半数は収容されて、 サイパン島に送り届けられたものの、不評第118連隊長以下多数が戦死した。生き残った将兵も約半数が負傷し、装備品や弾薬などはすべて失われたため、戦力がはなはだしく低下した。この第43師団第2次輸送部隊の損耗は、日本軍のマリアナ諸島防備計画に大きな誤算で増援部隊と引き換えにサイパン島からテニアン島へ、 移動予定だった独立混成第47旅団が動かせなくなってしまった。アメリカ海軍の戦士研究者であるサミュエル・モリソンは、不評第118連隊の洋上撃破を太平洋潜水艦部隊の大きな功績として取り上げている。本船団でパラオへ向かう予定だった部隊は装備の喪失と輸送船の沈没によりサイパン島への滞留を余儀なくされた。 そのまま6月15日のアメリカ軍サイパン上陸を迎え、目的地に移動できないまま全滅することになった。なお、本船団で生き残った艦船は、慌ただしくに役をして、サイパンを脱出した。そのため、物資の揚陸は完了しなかったとも推測される。数個の船団に分かれて脱出を図ったうち、水雷亭広氏は第4611船団を率いたが、 加入輸送船のほとんどと共に空襲により撃沈され、第1号輸送艦も別の船団でパラオへ逃れる途中に大破している。船団加入中に沈没した艦船の船名は、太字と,とした。ありがとうございます。